ソラですね。少々お待ちください。失礼します。はじめまして、台湾出身のソラと申します。ほう、なかなか日本語が流暢だな。ありがとうございます。もう日本へ来て10年以上経ちますので、だいぶ慣れました。私、お母さんが台湾人で、お父さんが日本人のハーフなんです。なので、お父さんに日本語を教えてもらいました。そうなのか。確かに言われてみれば、少し日本人寄りの顔立ちをしているような気もするな。ありがとうございます。あの、お客様の名前を教えてもらっていいですか？ああ、キリュウだ。キリュウさんですね。今日はよろしくお願いいたします。よろしくな。へえ、キリュウさんは信頼されてるんですね、その人のこと。なんだか馬みたいで可愛いですね。眼帯に般若の入れ墨？すごいですね。素敵なコスプレだと思います。いや、コスプレじゃないんだがな。私は絶対にされたくないですね。もう相手のことが信じられなくなって別れちゃうと思います。キリュウさんは絶対浮気しちゃダメですよ。ああ。キリュウさん太っ腹ですね。ムフフのお店って何ですか？それはだな、その世の男たちの憩いの場というか、その中には女にナースや警官の格好をしてもらったりしてたな。あ、コスプレのことですか？何？ムフフのお店ってコスプレショップのことなんですね。それなら任せてください。今度一緒にコスプレショップを案内してあげますね。ああ。そろそろお時間となりますが、ごゆっくりどうぞ。もう、そんなこと聞いてどうするんですか？フェチとはちょっと違うかもしれませんが、ご飯をガツガツ食べてる姿を見るとなんだかキュンとしてます。そしてほっぺたについたご飯粒を私が取ってあげたりなんかして。そろそろお時間となりますが、ごゆっくりどうぞ。ちょっと苦手ですね。やっぱり少し怖いなって思っちゃいます。え？別にいいですけど。ちなみにキリュウさん、パンツは何派ですか？何？ああ、
トランクスとかブリーフとかそういうことか。はい、そうです。そうだな、俺はトランクス派だ。そうなんですか。多いですよね、トランクス派って人。キリュウさん、今日はありがとうございました。楽しんでいただけましたか。ああ、楽しかったぜ。よかった。よければまた来てくださいね。